まあ、うちうちの話ですけどね、やっぱこんだけ仕入れるの勇気いりますよね。あ、これはね、でも本当このチンタマニストーンのハンターがもうお金ないからちょっと買ってくれないかっていう、前からお世話になってるんで買いますって感じで、今ちょっとキーワードハンターって言葉がね出ましたけどね、基本的には最近逃走中でしか聞かない言葉ですけど、チンタマニを採集する方とダイレクトにこの取引されて仕入れられてるってことになりますよね。やっぱりこの出どころっていうのもすごく大事ですよね。もう誰を信用するかですよね。中国方面からチンタマニを仕入れたらもう絶対違うと思ったんですよね。まあ、すごくその感じをしてしまいますね。まあ、アンダラクリスタルとはそうじゃないですか。それはまあ、アンダラクリスタルだったら、まあ、アメリカ方面から仕入れれば、ね、インドネシア産は混ざってないはずとか。それでにおいてはこの中間業者が入ってないという点では、このシュエットさんのこのエリートたちがいかにこの安心な個体かっていうのが分かりますけど、仕入れてる人と販売してる人が一緒であればね、間違いはないと思います。かなり安全ですね。監督のねクロコダイルみたいな感じの、あの子なんか本当になんか、割とね、鱗っぽくなるやつとかってね、ドラゴンスケールとか呼ばれて人気ありますけどね。ニコちゃんマークみたいな、くぼみが入ってるのもこのチンタマニの特徴だったりする、ね、すごいねこれね、チンタマニのペンダントすごいね。これシュートさん自作？あ、そうです、まあ、私は何でもパワーストーン穴開けしちゃうんで、またね、ちょっとねゲスなことになるんですけど、開いた穴の粉はどこに行ってんだろうとか、みんなに飲むとか言ってますけど、実際飲んだ方はいないですね。これブレスレットも面白いですけどね、チンタマニ穴開けて、そう ね、ああ分かるかな、美しい。チンタマニのビーズは結構ね売ってると思うんですよ。売ってるとは思うけど、僕はそれも怪しいでしょ、私もだから最初もうね、見た瞬間ね、分かんない、もうスモーキーコーツったらスモーキーコーツだし、ね、コロンビアナイトを削ったらまあね、分かんないんですよ。まあ私はだからうちの信頼できる取引してる業者さんが、このビーズを扱い始めたんですよ、で原石も扱い始めてたんで、あ、もうこれは信用するしかないなって、試しに買ってみようっていうので、まあそんな感じでね、こう見てきたんですけどね、僕的にはどうだったっていうと、やっぱりチンタマニで手に入れたこの4年間っていうのは大激変の年だったし、やることも全部ビジョン通りに進められたし、人生で一番なんか動けた4年間だった気がするんで、これってそういう意思なんだなっていう気がします。だからただ所有してるんだったらただ所有してるだけだけど、なんか目的意識とかなんかねしたいなとか、なんか共鳴しなきゃとか、何か地球を変えたいなとか、そういう思いを持った人が持つと、アレクサンダー大王じゃないけど力を発揮する意思で、ただやっぱりこれ買ったから幸せになるかっていうよりは、これ買って何するかっていうのが問われる。こう背中を押してくれるような、信じて行動すればサポートしてくれる感じですね。だからちょっとある意味ちょっとややスパルタンなところもあるけど、相棒としてはでもすごくね、いい石だと思うし、ちょっと最後にね、シュッツさんにお願いがあるんですよ。はい、僕がね結構日本全国の 30カ所以上の聖地を共に歩いてきたこのチンタマニストーンが本物なのか偽物なのか、ぜひちょっとこの子を、見ていただけると、これだけ大きい個体で、こんだけ綺麗に透けるってあんまないの。やったー、これはすごいですよ。なるほど、うちに来たら結構高くいっちゃうかもしれない穴を開けたくなっちゃう、すごい感じね、そういう未知な力を持ったこの石のチンタマニストーンですけど、これね、全く語りきれてないので、またボリューム2 ボリューム3があると思いますので、今日はねありがとうございました。本当に、ありがとうございました。長々とお付き合いいただきまして楽しかったです、またチンタマニストーンの力でね、いろいろと地球を変えていけたら嬉しいですね、ではではでは、今日はありがとうございました。またまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と高評価もお待ちしてます。ありがとう。ありがとうございます。